さあ、ということですね。エレベーター行っちゃってもよかったのかなって思ったんですけど、ここ多分まだ行ってないよね。地下24階。というか、地下24に、まず入ってないというか、なので、まずね、こっち行ってみたいかなって思います。ということで、初地下24階となります。いきなり扉ある。どうすっかな、入っちゃうか扉。結構進んできちゃいそう。いやー、これだけの部屋かな。おお、大王ヤンマさん、これまたなかなかごついっすね。こっちは違うわ、失礼しました。もう強そうだもんな。で、行き止まり。あ、なんか回復ポイントあるっぽいね。A の2あたりに。マジか。ビースさん、そうだな、こっち行き止まり。扉あるね。こっちは行き止まり。ってなるとここからではなさそうだね。この回復ポイントは泉やね。なるとこっち行きますか。扉で行き止まり。一回カキカキしよう。ここエラで、下に広がってくかな。今のところね、別の手段あるかな。地下24階に行く。エレベーターがもしかしたらね、繋がってる説はありそうだけど。ただね、この感じだとなかなか同じ場所につけるみたいなシチュエーションが少なそうなんで、まあ見とく価値はあるのかなみたいなところではあるよな。こっちから行ってみよう。お、宝箱だ。行きましょう。おー、いいですね、なかなか。ってなると、とりあえずまあ戦うとして、気がついたらソードマンさんの打力は500超えてる。横移動しながら
まあ、ここをしっかりと踏んでいこう。で、扉。扉入る。あー、取れるんだね。採取ポイントか、そっか。採取ポイントですか。ならば仕方がない。ある意味ね、この今の編成の弱点でもありますからね。採取スキル持ちがいないみたいな。で、ここも扉。ここもなんかできそうなポイント。サイクスか、サイクスならいけるね。まあ5回ぐらいときましょう。 OK。でこっちは行き止まり、こっち行ける。お、なんかめちゃめちゃ行けそう。まあ行き止まりだ。こっちも行き止まり。でこっち行けるね。あ、行き止まりだった。ってなると、そうだな、こっちか。こっちあったよな、道。さあ、扉があるよ。一旦まっすぐ行きますか。わっ、エレベーターあるわ。なんかある意味見といてよかったかもしれんな。なんか初エレベーターがここっていうのも変な話だけどさ、一回乗ってみる。あ、選べる、すごい。すごいというか、まあ当たり前なのかもしれないけど、当たり前のことなのかもしれないけどさ、すっごい今思ったんだけどさ、 E でよくね。エレベーター。まあまあまあ、今いいや、見なかったことにしときます。すっげえ今気づいたわ。 E でよくねって今思った。行き止まり。待てよ、こっちは。おお、お宝あった。開けましょう。メディカ。そろそろ書き換えしてもいいかなって思うけど、インフォイさん来てるな。さあ、こんにちは。で、こっち行き止まり。
あとこっちかな。そう、こっちに何があるだろうか。宝箱を開けます。ネクタル、よし、こんなところかなってなるとね、とりあえずなんか行ける範囲というか、エレベーター乗っちゃう、ここいらで。乗るのありだよね、エレベーター。ついにデビューしちゃいますか。ここにありますからね。よーし、オッケー。こんな感じですかね。泉はちょっと別のところからなんかな。そう考えると、そういうことにしておきます。違ったらごめんなさい。よし、乗ってみるか。ちょっとめっちゃワクワクする。あ、いた。あ、いいね、繋がってるわ。オッケーオッケーオッケー。で、ちゃんとこのエレベーターじゃないといけない場所みたいなとこもあるってことだね。つまりもうそんなら割と手当たり次第行っちゃって良さそうだけどね。なんか今からいいにすると逆にややこしくなりそうなんで、もう手で行きます。他の世界中プレイヤーの方々は多分いいを使ってると思いますけど、僕は手で行きます。よろしくお願いします。なぜなら冒険者だからです。なんかミッションというかクエストできたっぽいな、今ので。待てよ、シンプルにこういう部屋って感じだったのかな。 OK、ならば次行こうではないか。なんかいよいよ地下25入りそうな予感はするよな。で、地下24はむしろ最初に俺がエレベーターデビューした場所でもあるから、他はまあいいとして、よし、とりあえず OK だ。次こっち行こうか。うわ、地下25に直通してる。25に直通しとる。ここ絶対最後にした方がいい気がするな。ちょっと向こうの2つ先行きます。ちなみにさ、今どんなもん。まあ、でもさ、一回戻っていいかもね。なんかできてたっぽいし。ね、報告しとこう。やっぱあるね。さあ、では行きましょう。あ、ここも直通なんだ、マジで。そんならこっちから行くか。25直通パターンが2つある。2箇所もある。やばいな。
あえず進んでみる。ねえ、やっぱりさ、ずっと話してることでもあるんだけど、地下25が多分ボスいると思うんだよね。これまでの下校場の話だと5フロアごとで刻んでるので、ってなるとな、もうちょっとレベルどうかな結構微妙なとこだよね。なんか素材問題ない限り、なんか持ち物いっぱいでやべえみたいなことがない限りは、基本的にはまあ例外もありますけど、基本は逃げずにやってきてるので、まあそれなりの経験値は入ってるとは思うんですけど、まあ、かといってな、心配ではあるよな。やっぱりね、枯れ森の後半あたりから急に FE さんだったり強くなってる感じはあるので、もしあとこっちかな。さあ宝箱を開けましょう。よし、3000お小遣いありがてえ。これで大丈夫かな。よし、次の回行くか。なんか着実に埋められてきてる気がするマップ。えぐいえぐいってたこの糸新宿だけどさ、なんだかんだ綺麗にはけつつあるもんな。さあ地下23階行きましょう。ここは来てるね。オッケーオッケー、来てる場所。さあ地下24階はどこでしょうか。お、ここは来てないね。というかそんなに探索してないよな、その地下24を。まずこれどうかなこれどうかな、力いくか。さすがに地下24階の草を倒そう極力。さあ扉ある。まあ入っちゃうか。あ、上りの階段なんだね。そっか。まあ一回見るか。でも見てからだな。ここ見たらいよいよ地下25階のはずなので、順路的にはおそらく。なんでその前にこの階段をチェックしよう。大体のプランは立てることができましたな、これで。で、待ってねー、これどっちも行けんだよなー。あ、こっち行き止まりだった。じゃあこっちか。さあ扉あるよ、参りましょう。ここ行き止まり。
ただ泉ポイントとはなんかまだ繋がってなさそうだね。こんなところかな、とりあえず。なんかこの場所から行けそうな場所としては。階段行くか。よし、カキカキしましょう。これで次は階段だ。待ってね、こっちかけてなかった？さあ、階段向かってこうぜ。よし、行きましょう。初めての場所だね。ただそんな広くなさそうかな、こっから出るってことは。いきなり扉だ。おう急に出てきたな、今びっくりした。振り向けばエフォーイ様と。あ、黄色い黄色の三重子が現れた。なんだかんだね、レベル60代入りそうだね、みんな。お宝だ、取りましょう。メリーか、お宝取りましょう。コンポジットアーマー、お、すげえ、なかなか希少な感じのアイテムっぽい。上がってくれるな、さすがに買えるか、これは。オッケー。で、良さそう。こっちも。なんかいい感じだよね。結構綺麗に埋まってる。じゃあ、いよいよ、行きますか。地下25階。ただ問題はどっちのエレベーターから入るか。そうだよな。よし、決めました。こちらから行きます。あじゃあもう一個行こうかこれやったな、やったな。カットしとこうかなカットしとこうかな。これなかったことにしとこうかな。ただなんかすげえ雰囲気が
若干違った？ほどさ、これでもうね、行けるところはただ一つですよ。いよいよ乗り込むんだな、地下25階に。おそらく回れるとこは回ったかな。行きましょう。いよいよだ。すべての真実に気づいた場所。そうだな、これどっちも行けそうなんだよな。これどっちから行くよどっちから行くよ。力いくか。なんか普通にさ、敵さんも強そうじゃない？なんかもう、なんかさ、もう赤いもんね。めっちゃ綺麗。で、そうだな、まあ、こっちでいいのかな。とりあえず進んでみよう。待った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 。降りますよ、FV さんが。すぐそこに。何人あるか。いや、通せた。こんにちは。おお、大丈夫でしょ。なんかどっちも広がってそうだもんな。もう一個の方もね、なんか全然進めそうというか。すごっ、マジで綺麗なところ。地になるよな。答える、逃げる。マジでさ、ここから見る景色すごいよね。感動的だわ。マービーサさんのご兄弟が多いな。さあ行き止まり、マジで多いな。すごい出てくるな。みんなで生活してんだろう。この地下25階で大家族じゃん。開けます。ハマープライム、めっちゃいいやつだ。大事な時に取っておきましょう。というかもうそろそろ大事な時が
近づいてきてる。と思うんだけどね。あ、ここ繋がんだ。そっか。なるとこっち。でだよ。こっちは行き止まり。で、こっちはどうでしょうか。いるわ。行き止まりか。そっか。じゃあとりあえずこっち方面はこんなところですかね。じゃああと逆側か。よし、かけた。これどうしよう。正直さ、戻るのありじゃない。戻るのありだと思ってるんだけど。戻るか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。